ところにお願いします。ありがとうございます。あ、はい、じゃあユニアさんとヨカさんに、はいはい、もし自分で何かをプロデュースするとしたら、メンバーとかとかって何かプロデュースするとしたら、どんなことをやりたいですか？難しいですね。プロデュース、お写真集とかってことですね。そうですね、まあ、あのグループとかチームを作りたいとかでもいいですし。でもレナッチは今回顔って選んだの？顔も？顔、スタイル、なるほど。なるほど。なんだろう、なんか、わかんないですけど、垢抜け選抜これから。そう、だからみおりちゃんとかも髪切ってすっごい大人っぽいショットとかが載ってるんですけど、そういう若い子で髪切らしたりキャラ変させたりして、新しいユニットとかやってみたいですね。新しい魅力を発掘するような若い子の。ヨカさん、私はおしゃれ顔選抜ですね。まあ、たのちゃんとか。でもこの2人も入りますね。ヨカは入んない。私はそうですね、入んないんですけどあと誰ですかね、みおりんさんとか、こうなんか独特な雰囲気を持ってる子にすごい惹かれるので、そういうなんか感じの人を集めておしゃれなのを作りたいです。ありがとうございます、はい、加藤さん自体はこの選んだメンバーを今後こういう展開をしていきたいとか、何か次なる野望みたいなのがありますね。シングル写真集ときてCM ですかね。お願いします。でも本当になんかそういうのもやっていきたいなと思います。せっかく選んだわけですから、なんかわかんないんですけど、ちっちゃいことで言ったら、それこそ公演だったりとかもやりたいなっていうのは、メンバー同士で話したりとかもしてます。コンサートとか、コンサートとか。 CM はどういう系が似合いそうですか？飲む？それとも走る？そうだろうね。まあでも小栗結ちゃんから言ったら飲む系ですか。飲料系爽やかなね、か制服姿でね、うん、ピース体にピースだよね、はい敵のやつ、はい、超話題です。ありがとうございます。加藤さん、もし、はい、もう一回また次もやる、あのレナッチ総選挙をやるとしたら、まあ、メンバーもすごいアピールしたいと思うんですけど、どういうところをアピールしたらいいのか、良さそうですか？可愛さです。もう顔の、うん、あとはその私結構人をよく見てるので、すれ違った時にすごいアピールしてくれればはい、握手会とかの裏で、あ、そうです、そうです、すれ違った時にめっちゃなんか可愛くしてくれれば、うん、なるほど、高いです。あと今回の写真集ですけど、これ、まあ、これですけど、点数をつけたら加藤さん的に何点でしょうか？出来上がりに100点中ですか？100点中で150点です。おお、超えた、超えましたね、はい、もう結構予想以上でした、出来栄え的に。はい、もっとなんか不安だったんですけど、もっとバラバラになっちゃうんじゃないかとか、でもまとまりあって、みんな可愛くて、本当に。ここだけの話ですと、エピソード的なものもありますでしょうか、一つぐらい。これは恥ずかしかったなみたいなのを言ってたのもありますでしょうか？恥ずかしかったな。あ、でも、あの使われてる写真が5ページあって、1ページだけ、うん、この写真使うんだみたいな写真があったんですよ。だからそれはなんかメンバーによると、16人に聞いたら2人ぐらいが、いや、この写真超可愛いですよって言ってくれる写真があって、もう前髪も何もなく、ただ笑ってる丸顔の写真なんですけど、丸顔はいつもですだからそれはちょっと恥ずかしいなと思ったんですけど、でも丸顔好きってやっぱ世の中に、まあ、コアなファンでいるじゃないですか。それこそまあ結構ね、なんかいろんなコアなファンが喜ぶ写真があるんじゃないかなって、うん、王道で可愛い写真はもちろん、ちょっと恥ずかしい、本人は恥ずかしいけど、うん、コアなファンが喜ぶ写真ですね、たくさんありますね。エピソード、でもすごい沖縄ってことで、すごい天気も良くて、すごい開放的な気分で
本当になんかもう裸で撮影したいぐらいすごい開放的気分になりながらこう撮影したんでちょっとやばいですちょっと結構本当に何ですかねエピソードっていうかでも開放的だったからこそ、うん、そうですねみんな結構笑顔が素でしたよね、うん、確かになんか作った笑顔って感じもあるけど開放的な笑顔も、うん、そうですね自然体な少女たち大名人自然体な少女たちが集まった、うんはい、あとは今月の小島さんの卒業コンサートがありますけどもう1ヶ月たんですけど、はい、小島さんとの思い出じゃないですか何か欲しい人とかあればなんか逆に思い出を作ろうとして小島さんに自撮りで写真撮ってもらってもいいですかって言ったらなんでって笑われましたただ写真撮りたくて撮ってくださいえなんでって言われて拒否られましたでも無理やり撮りましたあ絡むことあるあでもそうですねそんな喋ったりはしないですけど私の唯一の誇りはあの小島さんの胸を触ったことがあるってことなんですよこれは結構卒業されてからも結構誇りにしていきたいことですね、はい、あんまいないね確かに、はい、いないと思いました感触はどうだったんですか、なんかこう番組で触らせてもらったんですけどすごいやっぱり女性が憧れるボディだけあって、うん、すごい良かったですめっちゃ見たいな感じちゃんでもよく曲とか一緒にやってるあ、そうですね曲やったりとか、あと洋服をめっちゃたくさん昔いただいたことがあって、で、いつかの誕生日にまたぜひお下がりくださいって LINE したら出たよ、みたいな感じでお下がりマンお下がりマンみたいになっちゃってました